上、今井駅は、長野県中野市大麻上今井にある、東日本旅客鉄道飯山線の駅である。旧駅舎当初、カ助駅と近いことから設置しない予定であったが、周辺住民の設置運動により開設された。駅構内旧国鉄当時の配線は、現在の短式ホーム一面一線を持つ、地上駅に加え、貨物ホーム短式一面一線、側線一線、 留置線一線が存在し、駅長、駅員が務めていた。駅舎横には、職員用の風呂場と、国鉄職員のための感謝があった。留置線は、上、今井園芸組合、共戦所で選果されたリンゴの荷扱い用有害化者が、常時二両留置されていた。貨物荷扱い廃止後は、 本線以外の交換設備が撤去され短式ホーム一面一線の防線駅となった。旧貨物ホーム、軌道跡地、側線、留置線軌道跡地には、駅利用客の利便を考慮し無料の駐車場、駐輪場が整備されている。飯山駅管理の無人駅。かつては、簡易委託駅であり、委託駅員が、常備券、補充券を発売していた。そのため、 出札窓口付きの木造駅舎を有していたが、北陸新幹線の開業に合わせて2014年にリニューアル工事が行われ、その後予定通り待合室、簡易一動券売機付きの新駅舎が竣工した。JR 東日本によると、2000年度から2013年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。リンゴ等の畑が広がる地帯である。 ありがとうございます。